つえちゃんです。こんにちは皆さん。今、東海道500キロサイクリング2日目ですけども、箱根の山を越えてる途中です。なかなかなシャドですね。もう途中からサンダルに変えまして、歩いたり自転車乗ったり歩いたり自転車乗ったりしながらですね、今走破してるとこです。もう久々びっちょびちょ、こんなびっちょびちょな汗はなんか小学生の少年団でサッカーやってた頃のイメージぐらい、あるいは審判やってた頃かな、大学とか社会人で、そのぐらいのなんか汗の記憶が戻ってきますね。まあやっぱこのぐらいないと箱根の山を越えたって感じしませんね。昔の人たちもこうやって越えたんですね。でね、僕は箱根の山を越えるときに歌いたいなと思ってた歌、箱根八里ですね。箱根の山は天下の剣、函谷関もものならず、万丈の山先人の谷、前にそびえ尻へにさっそう。知ってますか皆さん。小学生だったかな。いや嬉しいね。でもその箱根の山を登りながら、箱根八里、箱根八里だと、違う、八里じゃなかったな、箱根の山だったかな。まあ歌が歌えるっていうのは楽しいことです。まあなんて言うんでしょうね、スポーツやってきたらこうやって辛いことを求めるんですかね。その辛さの先に爽快さとか達成感っていうのがあるっていうのが分かってるからね。まあちょっと休んでね、また後半登って、下り、ちょっと今日静岡までたどり着けるかどうか心配ですが、まあいつものごとく安全運転、安心、安全運転で行きますね。はい、それではまた。